ドン。さあ、正中線まで入りますよ。ハイキックがカウンター。いくぞ。Get ready for the next battle.さあ行きましょう。相手はカズヤ。食パンかぶってますね。さあどういう戦い方をしてくる方なんでしょうか。今作のカズヤめちゃくちゃ強いっていう。おお、わあ、これ浮くんだけど忘れてた。うわー、出なかった。いやー、うまい。痛ーい。財布が切れてますね。いやー、しかも減るね。痛い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 。こういうのは当たんねえか。難しい。当たった？これは、痛い。あ、やめて、やめて。これ減る？どこまで減るかな。いってー。あ、うわー。ふうふう。二択も強いキャラですからね、カズヤ。よし、しゃがめたね。これはこれで締めれば OK、 いい感じだね。うわー、そうだ、これ13フレームだから浮かされちゃうんだよな。あ、ラッキー。どうしよう。ほっ、うー、動きすぎました、ごめんなさーい。これは痛いぞ。しかもすぐ壁まで運ばれちゃうな。おっ、ヒートが来たな。俺も撃っちゃうか。ほい、ほっ、下段いっちゃってドン。当たんねえか。危ねえ。これは大丈夫だな。動いてないな。おいー、レイジャーツ急に来るとな、マジで怖いからな、この技な。オッケー、第3ラウンド安いか。いや、まあ、大丈夫でしょう。オッケー、しゃがめてますね。財布は上段だから、財布っていうか風神剣が上段だからしゃがめますよと。しゃがんでるのか。オッケーオッケーオッケー。置き攻めはしゃがんで回避しようとする感じね。危ね。あー、出なかった。技がおいしい。よくあるよね。これは過去あるよね。おいしい。3、今の 3D 格ゲーあるあるですよね。軸がずれてあのコンボが入らなくなるっていう。これは攪拌があるよ。ほっ、ドン。当たんない。オッケー、いいね。風神剣はきっちりしゃがんで浮かせられるとベストです。ドン。中段だよ。投げよ。何、誰か向こうもヒート使ってきた。あー、避けきれないか。左横移動だったら頑張れば避けられたかもな。あ、やってない。まあいいや。こういうのはドーン。あえてね、届いた。おい、今作のジンはね、トゥースマがちょっと強化されたんで、まあ、使い勝手が良くなってますね、ここはね。さあ第2戦目ですよ。まずはこっから。お、当たる当たる。当たんねえか。ドン。さあ正中線まで入りますよ。ハイキックがカウンター。人だ。なるほど、しゃがむ人だな。あ、まあ今の入んねえか。12フレームだったかな。起源系はあえて出しちゃう。間違えた。あそこだ、いつも俺体育だけ打ちたくなるんすよね。おい、投げが噛み合っていく。これヒートスマッシュいくか。集団のドン。ダメだったわ。あ、危ない。んー、違う、こっち、違う。あ、違う。あ、いてててて。はい、やー。あ、13フレームないのか。危ねえ、めっちゃ下った。2RK を出そうと思ったら、なんか 3RK がずっと出てた。なんでや。難しい。あー、違う。そう、これを出そうと思ってたんですけど。これ浮くよな。よし。マイナス17フレームぐらいかな。これは、魔説で。よし、壁まで運べたね。おい、中段いてー。おー、もう一発同じ音ってくる。怖っ。当たる。これは運んでよいしょ。ヒートに入っちゃいましょうか。ドン。当たんねえかこれ。はい、逆ワンツー。これがね、今作のジンは本当逆ワンツーが強いですから、もっと振っていこうね。うわー、しゃがめてなかったよ。前蹴りも強いよ。長いよ。ドン。これ強いな、マジで。逆ワンツー。そろそろ財布打ってくんじゃね。んー、まあちょっと安いけどいいでしょう。さあ、ヒートいって、中段。ドン。ドン、ドン。
投げるぜ。おいー、右投げ。この投げもなかなか優秀ですからね。さあ今回は宿敵カズヤに勝ち越すことができたようですよ。やっぱりジンの逆ワンツーが本当に優秀なので、皆様もぜひともね、このジンというキャラクター気になった方はぜひ使ってみてくださいね。はい、ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様この試合をどう評価するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そして、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。ジンっていうキャラクターはやっぱり使ってて楽しいな。越えていけばいい、どんなハードルが僕の行く手を塞いでいたとしても。